まず最初にですね、前回の一般質問にて、関根1号線の危険箇所指摘した指摘をした件でですね、に関しまして、9月の末に、指摘箇所で交通事故が起きたということが情報が入ってきました。危険防止の観点から平成30年から4回一般質問させていただいて、指摘させていただいただけに非常に残念な思いでなりません。その後、後手の対策となりましたけれども、11月にドットラインが引かれました。これに関しては関係課の、におかれましては本当に感謝を申し述べたいと思います。ただ、関根1号線の各地を含む蒸発現象の対策について、ご尽力を賜りたく、今一度お願いして、今回の私の質問に入らせていただきたいと思います。さて、私のですね、今回の白山公園に対しての質問を遡ると、平成29年3月に、白山公園の活性化についてを質問しました。当時、本丸前の売店の撤去など、景観整備について、樹木院による、桜の整備を進めることについて、桜ゾーン、歴史ゾーン、遊具ゾーン等のマップを作成することについて、鶴亀公園より公園出口への、降りる道路、城山2号線かな、またプール跡地から、下に降りる細い遊歩道などの危険箇所の対策等を進めることについてお話などであります。その中に、国史跡指定についても質問させていただいております。その当時の締めくくりに、私は三戸町において城山公園はかけがえのないものだと考えております。5年後10年後の城山公園のビジョン一緒に考え実現させていただけるよう関係者の皆様にご協力をいただきたいとお願いをしております。現在、教育委員会のご尽力の関係で今年度中、12月の予定をしているんでしょうか、指摘指定されるだろうという考えがあります。当時のですね、質問のから4年9ヶ月、その時に5年10年後の城山公園ビジョンを考えようと一緒に考えていこうということを話した、そういうふうに一緒に考えることができたのかと、関係者との協力で何ができたんだろうかとこのような思いから約5年間にわたる城山公園の調査等経緯を含め今後5年間について確認したく考えております。三戸町の宝である城山公園が国の史跡の指定が予定されている現在においての観光計画整備がどこまで進んでおり、また城山公園のビジョンがどこに向かっているのか確認させていただきたいと思っています。今回 1.4 項目について質問いたしますので、仕込みの皆様におかれましては誠実かつメールの答弁をよろしくお願いいたしたいと思います。1、出席指定後の城山公園観光計画について、順調にいけば令和3年度中に城山公園は国史跡指定が予定されていると思います。町民の意見の集約でも城山公園は町の宝であり史跡指定後は町の観光促進につながるとの考えのもと、多くの議員が一般質問等で早い段階での城山公園の活用方法について意見提示をしてきたと思います。しかしながらこれまで国史跡指定の全段階でありながら具体的な観光振興などの計画が提示されない状況にあります。町全体の地域振興を進めるリーダーである町長に対し以下4点について質問いたします。1つ目、史跡指定後の城山公園を含めた町全体の振興策について、また取り組みに関わる役場組織体制をどのように考えているのか。2、史跡指定後における町振興を図るため外部団体との協力連携体制をどのように考えているか。3、
席指定後、城山公園への来客増が見込まれると思うが、公園内及び公園までのルートの安全対策と利便性、また道路案内掲示板等をどのように考えているのか。4、公園で開催される各種イベント等の連携、有客増への取り組みについてのどのように考えているのか。よろしくお願いします。町長、それでは久慈議員の質問にご答弁を申し上げます。史跡指定後の城山公園観光計画4点ということでのご質問に答弁を申し上げます。これまで三戸城跡の国史跡指定の取り組みにつきましては、平成16年度の発掘調査が開始されて以来、準備作業を進め、令和3年8月には文部科学大臣宛に意見具申書を提出しております。現在文化庁において審議がなされているところであり、今後内定をいただいた後に来年度の早い時期には国史跡指定となる見込みとなっております。はじめにご質問1点目の国史跡指定後の城山公園を含めた町全体の振興策と取り組みにかかる組織体制についてでありますが、振興策の面からは、三戸町に訪れる方へ城山公園、そして南部市をはじめとする町の歴史のインフォメーションや町の商店、特産物などの情報、町全体の概要などを知っていただくなどの PR をしっかり行う必要があると考えております。これらの具体的な対応策といたしましては、道の駅、産直広場などの町内施設や八戸駅、二戸駅など町外の施設などへの情報の提示や、町ホームページへの掲載および各 SNS による情報の拡散、南部藩に関わる市町村、東京、仙台、青森市方面の町出身者の方、ふるさと納税される方などへの情報提供を予定しているところであります。実際に三戸町、そして城山公園を訪れた方などには、現在運用しております観光アプリを活用し情報提供をするほか、スタンプラリーによる町内商店の商品券を配布するなどの取り組みや、町内商店などに対する三戸城跡をモチーフとした飲食メニューやお土産品の開発への補助などを検討しているところであります。またこれら取り組みの体制といたしましては、これまで同様に教育委員会とまちづくり推進課を主とし進めるほか、全職員での情報共有を図り、役場課長会議などでの意見収集及び調整連携を図るなどして進めてまいります。次にご質問の2点目、外部団体との協力連携体制についてでありますが、施設指定を受けた際の PR と関連商品の開発など、三戸町観光協会や三戸町商工会、道の駅指定管理者、産直広場指定管理者など幅広く連携を取り、町全体で盛り上げていく体制を整えてまいりたいと考えているところであります。次にご質問3点目の公園内および公園までのルートの安全対策と利便性、道路案内掲示板等についてでありますが、これまで公園内景観の面から支障となる崖部分などの木の伐採などを行い、伐採した場所の安全確保としてガードレールを設置し対策をしております。ガードレールの下は崖となっており危険でありますので、注意喚起を促す表示をするなど対応をしてまいります。このほか指摘指定後は初めて訪れる方、また老若男女さまざまな方が訪れることを想定し、公園内および公園までのルートにおいて危険箇所がないなどがないか改めて点検を行い、安全対策を図るとともに、
訪れる方に分かりやすい丁寧な案内表示や道路標識の見直しなど整備をしてまいります。次にご質問の4点目、城山公園で開催される各種イベントの連携、集客増への取り組みについてでありますが、来年度の事業として春祭り期間中に国史跡指定記念の特別イベントの開催のほか、毎年継続的なイベントができないか検討を進めているところであります。このほか町内で行われる他のイベントとの連携による集客増や広報 PR の強化などによる集客増など取り組みを進めてまいりたいと考えております。藤井君。追加質問する前になんですけれども、私の方で、11月のですね、11日にこの一般質問を通告しました。その後29日ですね、議会開催後の全員協議会において三戸城と国史跡指定に関する進捗状況についての説明がありました。その結果とですね、見込み、それから内定後の動き、決定後の動き、第5次三戸町総合振興計画から、詳細との説明をいただきました。そのため、追加質問に重複する点があるかと思いますけれども、ご了承いただきたいなと思います。では、追加質問をさせてもらいます。1つ目ですね。1年前、第492回最後に私が考えを述べています。それは史跡指定した場合、現状のまま保存することが原則だから、現状のまま観光できるようにする。それではその辺の、城の、城跡として一時的な観光にはつながると思うんですけども、今後その辺町の観光へつながっていかないと考えています。史跡指定に関しては教育委員会、観光に関しては町づくり推進課であり、今現在は課を超えて今後の三戸町の宝をどう生かし、人口減少、少子高齢化の三戸町の社会構造を作ることを、これを考えていくべきと思いますというふうにお願いしてあります。具体的に、この1年前にお願いしてから、何か課を超えて行ったということはありますか。まちづくり推進課長。はい、ただいまの、具体的に何か課を超えて、やったことはあるかというご質問にお答えいたします。今回の国史跡指定を受けるにあたりまして、まずは、内定を受けたことを、どのように、周知をするか、また国の史跡指定を受けた後はどう取り組んでいくのかということを教育委員会と協議をいたし、意見交換をいたしました。それを新年度の事業に反映させるべく、お互いに意見を交わしながら現在取り組んでいるところでございます。史跡を保存する教育委員会と活用して観光につなげるまちづくり推進課とが連携協力することで、史跡指定を契機に町をより盛り上げていくことができる可能性を秘めていると思いますので、今後も十分お互いに協議をしながら連携して取り組んでまいりたいと考えております。以上です。藤井君。はい、今現在は分かりました。1年ぐらい前に私が話してるんですね。で、それからすぐ行われたんじゃないかなと思いますけども、何回ぐらい、そういう打ち合わせを行われたんですかね。要は、教育委員会の考え方だったりとか、から町の方の観光振興ですかというのはなかなか難しいところもあると思いますけども、その辺で打ち合わせというのは可能なかだったりとか、今町長の答弁にもありましたけど、情報は共有すると、課長会議等で情報は共有するということで話を答弁いただきましたけど、
この1年間でどのぐらいになったのかな、どういう話し合いが行われたのかなっていうのがちょっと聞きたいです。まちづくり推進課長。具体的な回数ということでございますけれども、まずお互いに協議をしてどのように取り組むかということに関しましては、まず教育委員会の実務担当である担当で話し合うこともありますし、あと担当課長、担当局長も交えての会議、協議という形でこれまでにですね、5、6回を行ってございます。以上です。藤井君。はい、わかりました。ではですね、実績報告の中からちょっと質問させてもらいたいんですけど、間近に質問します。第3次、三戸町行政改革実績、第3次三戸町行政改革実施計画に関わる、令和、2年度取り組み状況報告書というのがこういうのを出されていますよね。この中を見ると、4ページのナンバー8に城山公園の管理運営の検討というのがあるんですね。この中で取り組み状況というのがあります。その中で、平成30年には、地域国債を1名配置しましたよと、整備しましたよと、いうことが書いてありまして、で、令和元年度町内検討組織を立ち上げ体制を整備しましたって書いてあるんですけど、令和元年度、この組織を立ち上げて整備したんだと思うんですけど、これって今現在は運用されてるんですよ。まちづくり推進課長。はい、ただいまの町内検討組織の件でございますけれども、こちらは副町長とあと総務課、まちづくり推進課、建設課、教育委員会の班長級の職員をメンバーといたしまして、打ち合わせの方は令和2年の9月に、城山公園の整備及び管理に係る打ち合わせというのを行ってございます。その中で、まちづくり推進課の方からは城山公園の整備活用計画についての説明、失礼しました、整備及び管理状況を報告をしております。また教育委員会の方からは三戸城跡の保存整備活用計画についての説明がありまして、適切な保存とはどういうものか、あと法律上の規制等について学び、国史跡指定後の、保存管理計画整備基本計画の流れとか、あとは史跡としての価値を高めるための取り組みについて委員間で共通の認識としたところでございます。そのためそれ以降施設等の整備に関する話し合いは特に行われてございませんが、管理につきましては例年通りですね、課題において検討いたしまして、掘削をしない範囲での桜の木の施肥作業であるとか害虫駆除等の薬剤散布、あとは案内板の修繕等を必要に応じて対応してございます。以上でございます。藤井君。はい、分かりました。次の質問しようと思ったんだけど、この取り組み状況の中に令和2年度の中に、指定に向けて国指定指摘に向けてですね、調査書類を実施、各種調査だったり書類作成しましたよと、令和4年度以降は保存管理計画及び整備活用計画を策定予定です。で、これ町課の、担当のものになってるんですけど、これは町課でなくて教育委員会が行うべきものっていう解釈でよろしいでしょうか。まちづくり推進課長。まずその保存管理計画基本、整備の基本計画となる調査、等につきましては教育委員会が所管になるものでございます。
上です。久慈君。はい、それではですね、この、報告書の中には町づくり推進課での、報告となってますけれども、取り組み状況としては令和4年度に関しては保存計画と整備計画を、教育委員会の方で策定するという形で、認識するような形を取りたいと思います。それでは教育委員会の方に質問いたします。保存計画と設備計画の現状を教えていただきたいと思います。史跡対策室長。はい、保存活用計画、保存管理計画、保存整備計画というお話ですけれども、今現在は文化庁文化財保護法に基づく計画というのは保存活用計画というふうになってございます。保存活用計画につきましては史跡に指定された後にですね、早めに各管理団体が策定することになってございます。そのため史跡指定後の取り組みとなるものでございます。2年をめどに、2年間の業務策定スケジュールをめどに策定することを考えてございます。以上でございます。久慈君。分かりました。2年間ですね、保存活用計画は令和4年5年の2年間で策定するということになるとも確認できました。では設備基本計画はどのような形になっているんでしょうか。史跡対策室長。はい、整備基本計画というお話になるかと思います。保存活用計画、これは2年をめどに、今後の三戸城跡の在り方を概要をまとめたものをですね、これ文化庁 の助言指導そして認定を受けながら策定するものでございます。その認定を受けた保存活用計画にのっとった今度は史跡の整備に移っていくということになります。整備に関しては史跡の整備でございます。例えば遺跡史跡遺構の復元でありますとか、三戸城跡であれば石垣の修復また復元、あるいは出た遺構の復元、また観光客等のですね、園路の整備とか、また展示施設のどういった形にするかという整備、そういったものの基本的となる整備計画、こういったものを約1年から2年ほどかけて整備計画を作るものでございます。こちらも文化庁の指導助言のもとにですね、できる範囲内で、より良いものを作っていくといったものでございます。以上でございます。久慈君。分かりました。29日の資料を見ると、保存活用計画は令和4年から5年の2か年で、整備基本計画は令和6年からというような形で考えているということは分かりました。その確認をしましたけれども、この保存計画策定の方でですね、保存計画の方、この保存計画はこの資料の中には2年間って書いてますけれども、あとどこでどのような形でどのような組織でメンバーを想定しているのか、それをちょっと教えてください。史跡対策室長。はい、保存活用計画でございますけれども、こちらは文化財保護法に基づくものでございますので、教育委員会の方で主催して、策定メンバーを構成して、策定するものでございます。今現在、策定委員会のメンバーとして、考えられるところでございます、ございますけれども、まず構成するメンバーとしては学識経験者、こちらは歴史学を権威とする、大学教授等ですね、
こういった方を入れる、また三戸城跡史跡指定のための保存整備検討委員会で従来委員を務めていただいた方であるとか、また城山は特に軟弱地盤であるという性質等からですね、地質学に精通した学識経験を持った方であるとか、また三戸城跡は桜の名所であるということで、桜ソメイヨシノがあることからですね、弘前城と同じような形で樹木医の方を入れながら策定メンバーを構成して策定していきたいと、このように今現在では考えておるところでございます。以上でございます。久慈君。はい、わかりました。メンバーの中では、ちょっとその昨日29日の資料を見させてもらうと、ここには保存活用計画の策定って書いてあって、こっち側には町課の本の論文が書いてあるんですけど、ここに連携って書いてあるんですよね。これの連携の意味合いっていうのはどういう意味合いなのかなと、今回今メンバーどんな組織なのって聞いたときに、観光に関するものは、この保存活用計画には必要ないということでしょうか。史跡対策室長。はい、ただいまのご質問でございますけれども、史跡三戸城跡保存活用計画、これは文化庁のですね、文化財保存に関する三戸城跡保存活用計画となっております。中身が保存管理または活用の仕方、整備、またそれを実行する上での体制となってございますが、この観光という部分につきましてはですね、三戸城跡の史跡にちなむその部分の活用の仕方といった観光の部分が含まれます。ただし三戸町全体の観光というところになれば、もちろん三戸城跡が当面は観光の核になるのかと思いますので、そういった部分でですね、より良い周知、また史跡の活用といった面でパンフレット等への情報提供、また集客効果、そういったものを教育委員会の素材を生かした部分での連携といったことをですね、教育委員会としては取り組んでいきたいと、こう考えております。久慈君。ちょっと私が今解釈したのが違ったらあれなんですけど、キーパーソン教育委員会で行うよと、そしてその中で、ある程度策定したものを、先ほど町長の話しましたけど、二課で町課と、教育委員会でやるよという形で連携を取って行うと、あくまでもキーパーソンは、教育委員会ですよと、でその中で、その情報を共有するために各課長会議等でカーニブレクなしくというような形の考え方でいいのかなと思うんですけれども、どうですか、それで大丈夫ですか。史跡対策室長。はい、ただいまの質問でございますけれども、三戸町全体の観光施策とこういったことになりますと、三戸城はもちろんでございますが、その他の観光資源というのもたくさんございます。例えば城山を出ますと、三戸町内には佐滝でありますとか、各歴史のポイントですね、スポット、そういったものもございます。そういったものの連携施策に関する保存活用計画、そういったものは今回の三戸城跡保存活用計画には含まれないところでございます。これは三戸城跡の文化財保存に関する活用計画ということになります。従いまして、町全体の観光施策となればですね、また別の観点でもっと包括したような取り組みの仕方、そこが必要になってくるのではないかと思っております。以上でございます。久慈君。なるほど、分かりました。それでこの、基本活、保存活用計画
だったり整備計画ですねについて、ね、ちょっと深掘りさせてもらうと、この史跡に関しての城山公園の史跡に関して、ちょっと町長にちょっと質問させてもらいたいと思うんですけど、設備基本計画には、史跡の今教育からの答弁がありましたけど、史跡の復元計画だったり、修復計画を盛り込まなければならないと思います。現在今ある温国館だったりというのは、まあそれに城ですね、三戸城は歴史的史実に基づかない建物であるというふうに考えていますけど、これはどのように考えているか聞かせていただければと思います。町長、ただいまのご質問については私町長というよりも担当課から直接答えた方が適切ではないのかなとは思いますが、私の聞いているところであれば、史実に基づかないものについては将来どうするかというところ、要は除却ですねということも計画の中には入れていかなければならないというふうに聞いています。まあ、ただそれは期限を定めるものではないとも聞いておりますので、できるものから可能な時期あるいは時代にそういったものに取り組んでいくという程度のものというぐらいにしか私の方では捉えておりません。その計画を作って何年後かに温故館をなくして別なところに何かを作るとか、綱ごもをどうするとか、そういうことではないという、ただその計画考え方っていうのを計画の中に入れ込んで文化庁の方に出すということだというふうに思っております。久慈君、計画がちょっと言いづらいのかなと思ってちょっと言ったんですけど、そういう感じの解釈でいいんでしょうかね。トップの考えがそれであれば良いのかと思います。計画に盛り込まなければならないんですけども、それの時期というものは明確じゃなくてもよいというところに関して進めていきます。もしくは、今現在のあるものを観光としてつなげていくのか、つなげていかない別のものを作るのかというのは今後に向けて考えていくべきものであって、と思っています。ですね、それではですね、1個目の質問に関しては組織の連携ということで、私は一番最初から、1年前こんなことしましたよ、でどんな連携をしたんですかという話をして、でキーパーさんどこなんですかという話をしているのは、今後どのような連携が取れるかということですよね。このままでこう質問した中で史跡保存といった面からどこから考えるとですね、歴史的価値を高める必要があると、そのために、建築の制限がありますよと、一方観光振興の面から見ると、商業的な建物が建てることが難しいと、またイベントなどソフト事業でしかできないといったように、持続的な、観光振興の対策とならないような感じがしています。これは徐々にこのようにこう利益がこう相反する課題にどのように対応するのかなというのをちょっとお考えなのかなというのがちょっと聞きたいと思っています。また、教育委員会とまちづくり推進課がそれぞれこう別の観点から町の振興を図る上で、これを取りまとめる組織というのはこう、取りまとめる組織、またこう人材というかそういったものはどのように考えているのかなというところをお伺いしたいと思います。町長、ただいま久慈議員から、ご質問をいただいている、要は組織の作り方、また回し方というところの考え方というところで、私なりの今の見解を申し上げさせていただきますと、今の三戸町役場が抱えているのは人口減少策であるとか子育て支援であるとか、
また先ほどの午前の議会でもありました、高齢者の福祉であるとか、さまざまな分野がまずそれぞれの課が担当しながらやっています。そういった中で新たに今この区に指摘しての課題、そしてまたそれを地域振興につなげていくかなければならない課題で、さらに三戸高校の部分もあったりします。ですので実はそういった部署の中での担当というのがかなり重複を今している状態で、これ人数がある市クラスであれば部署部署ということでしっかり専門でやれるんですが、三戸町の職員の人口が100何名という中でいくと一つの課で10人ぐらいです。でその10人の中から課長課長補佐級云々って形でいきますと、重要な部分はやはり課長課長補佐でやっぱり作っていくしかないもんですから、となるといろんなものを兼務しながらやらざるを得ないという状況で、まずは今教育委員会とまちづくり推進課連携してやる、またそこの中に農林課も入ったり、建設課も入ったり、いやその時その時に合わせて、柔軟に今そのプロジェクトチームというような形で、進んでいるという、まず現在はそういう形でございます。議員の皆さん、区事議員の方からすれば担当部署という、要はキーというところに、焦点を当ててこうやっていったらどうかということだと思いますが、それについては今後いろんなこの事業を進めていくにあたって、もう必要であればそういった部署をまた何かとの兼務にはなるとは思いますが、責任を持ってやってもらうという形で作っていくということでございまして、現在のところはそういったさまざまな事業との担当の兼務という形で各部署と各課と連携する形でやらさせていただいているというところで、ご理解いただけると幸いですが、よろしくお願いいたします。久慈君。うまくちょっと話できるかどうかわからないんだけど、まあ県議会さんの方からは宿にして指摘、白浜公園に関して特化したものに関しては関しての観光につながるものは教育委員会の方でもであると、ただ町全体にも波及するものに関してはまた違う目線で考えてますよという話をしてました。で町づくり推進課の方では全体的なものを含めて観光をつなげていかなければならないといったときに、どうしてもなかなかこ うまく進まない部分もあるのかなと思うんですけど、今町長の方からは、人数がこんだけしかあこんだけという言葉があるからな、この人数10人ぐらいの課の中で重複して業務をやっているという話も聞かせてもらった、それはある程度、業務を重複しなければお互いに仕事が前に進まないとも分かります。で、やっぱりそれは分かるんですけれども、教育委員会、教育委員会でずっと時期と時間をかけて今が上がってきて、やっと指摘指定になるという予定が1年前ぐらいから順番になって今年になりますよ。これは成果じゃないですか。成果になるんだけど、それに観光をつなげていかなければならないというか、思っていくのはやはりマシカであったりとかあるんです。マシカの方がやらなきゃならない部分なのかもしれないですけども、やっぱりそこの連携を取るのはやっぱり1年前からも話してましたけども、もう指摘してなるっていうふうな前提で動かなければならないものっていうのはやっぱりいろんな角度からも出てくると思うんですね、町の中だとね。その部分に関して、組織がどうなってるのかっていうのを聞きたかったんですよね。要は、確かに館の中で、お互いにこうやって重複しながらこう業務を行うというのは分かります。でその中でどこがどうイニシアチブを取っていくかというところっていうんですかね、要はキッパーさんがどこにあって、そこに対したものがどこに向かっていくかっていうのは、私はある程度、町全体のことで考えるべき目線を持った組織でなければなかなか難しいんじゃないかなと私は思ってるんですけど、その辺はどうお考えですか。
町長、ただいまのかなり広範囲に町全体のということになっていくんじゃないかということでございます。まあ、これはもう捉え方一つで、広い範囲ということになると思いますが、まあ、そういった場合の、まあ、キーパーソンとなるのはそれはやはり、それを進めるべくの私町長がそのキーパーソンということになるんだというふうに思います。まあ、ただ現状ですね、国の主席指定に向けて、意見書はまあ出しましたものの、まずそれがはっきりしないことにはその次の段階に行けない、また次の段階に行った際にもそれが認められないとまた次に行けない、これは急いで何かをやろうと思っても実はうまくこう噛み合わせをしてきないと、それまでの努力もなかなか無駄になってしまうところもありますので、そこはできるだけ前に進むような形で打ち合わせ等を進めさせているつもりではございますが、なかなかそういった実際の国の動きと現場の動きとのバランスがやはりこれ非常に大事ですので、これだけを観光だけをじゃあそれドーンと打ち上げてうまく着陸させようと思ったら湯川が動いていてちゃんと着陸できないということになると、それも実際あり得る話なので、ある程度丁寧に丁寧にここは教育委員会サイドで計画を国に出して、そしてそこが認められる中のこう当てをつけながら連動させていかないとならないのかなというふうにも考えております。ということでですね、以前からもはい、そういうことでございます。ちょっと話が余計な方に行きそうだったので、はい、ここで久慈君もうまあ、町長キーパーソンやなきゃダメないというのは私もそう思います。やっぱり横断的な形を考えている中でやっぱり観光につなげているというのは、としたらやっぱりトップを置かなきゃならない部分だと思いますし、課の中で話したとしてもできるところできないところ、踏み寄れるところ踏み寄れないところあると思いますから、それが配慮しながらやっていただきたいなというふうに私は思っています。なんでちょっと聞かせてもらいましたが、できればその2つの課だけということではなくて、教育委員会や教育委員会の中で、しっかり仕事していただくと、その中で、自分たちの仕事の中で、どこまでが良くてどこまでが悪いかというのを明確にしたものを提示することによって、それを各官が認識しながら、どこに自分たちがやれる、佐野町として観光振興につなげられることができるのかというところを話し合ったものをお互いに話し合って決められるのが一番だと思っているんですけど、その中にはやはり決め事というのが出てきて、こうするんだよという方針を決めなければならないのはやっぱり課の中ではなくて、やっぱり管理者が付き合っていかなければならないんじゃないかなと思いますので、その辺はちょっと配慮しながら考えていただきたいなと思っています。ちょっと後でまた話し合いしますけれども、まあ、ちょっと次の方に、まあ、ね、ちょっと余談になるかもしれないですけど、例えば今の話で言うと、指定が決まらなければ何もできない、決まってからでないと動きが取れないという話をされましたけど、例えば、まあ、変な話だけど、学校のスポーツもそうですけど、もしかしたら県大会に行くかもしれない、全国大会に行くかもしれないって予算取るじゃないですか。やっぱりそういった形で、予測かもしれないということに対しての、ことで動くべきものだったりとか、それに対して、予算確保しなければならないものっていうのはやっぱり出てくるかと思うので、その辺を考えていただきながらと思っています。でそれは昨年度の予算の中には入ってないですし、今回どのような形になるのかなというのを期待も含めてちょっと質問させてもらうんですけど、前回の観光につなげるにはと私は質問していました。それの中で、まちづくり推進課からの回答では、山城のファンが多いんですよと、通年観光を考えているんですよと、歴史公園にしたいんですよ、三部地域の県民機構のほかでは南部市の、教育パンフレットを
観光のパンフレットを作ってるんですよ。でも29日の資料、私がいただいた資料には、史跡、三戸城跡地内での、訪問観光客を生かした各種イベントから、観光ガイドの育成、訪問、観光客を町経済につなげる各種事業、三戸城、あと、城跡外の、町内の、観光資源との相乗効果を生かした観光ルート作りというふうに書いてあります。現段階はこの予算編成中でありますし、今回3月の議会では来年の、予算の審議がされるというふうに思っているので、適正なこの予算計上が見込まれているんじゃないかなと私は思っています。この、まあ、話せるか話せないかはあれなんですけど、町の振興策だったりとか振興の対策などで、もしこういうふうにことを具体的にも進んでいるよというのがあるのであれば話していただければなと思っているんですが。まちづくり推進課長。はい、お答えいたします。先ほど 町長の答弁にもありましたように、国史跡指定を記念して春祭りの期間中に、ま、記念イベント実施をすること、あとは城山公園を訪れた方を町の中心部に周遊させる仕組み作りとして、ま、観光アプリを活用したスタンプラリーを開催しまして、スタンプを集めた方に、商品券を配布、もしくは町内配布して、まあ、町内での消費をしていただこうという取り組みであるとか、あとは三戸城跡に関連する、まあ、飲食メニューであるとか、お土産品の商品開発にかかる経費を補助するといった事業の方を考えてございます。まあ、今回の事業内容につきましては、意見教育委員会と意見交換の方いたしまして、協議者内容を予算要求してございます。まあ、その内容につきましては、まあ、今後予算査定というのも控えておりますので、詳細につきましては、控えさせていただきますが、まず今後も教育委員会の方と、まあ、連携をして、まあ、しっかりと進めていきたいなというふうには考えてございます。以上です。ピチ君。はい、まあ、回答しづらい質問すいませんけれども、教育委員会の方では答えられるのはありますか。何か史跡対策室長。はい、来年度は国史跡指定が見込まれるということで、史跡指定後の動きを行っていきたいとこう考えておりますけれども、まずは記念祝賀会ですね。こちらは令和南部藩っていう組織がございます。これは南部市を縁にですね、今現在につながる歴史を縁とした首長との市町村のつながりでございますが、こういった方々の首長さんのご案内いただきまして、祝賀会等を開いて記念講演会を行ってですね、周知と祝賀行事を行いたいと考えております。また国史跡指定記念の御城印でございますが、これにプレミアムとして御城印を販売したいと思っております。これは例えば限定でですね、史跡指定になったという、まあ、プレミアム感を出したものでですね、集客を図りたいなとこう考えております。また史跡のガイドでございますけれども、まあ、来客を見越したですね、サービス対応ということで、歴史に詳しい歴史民族資料館の館長に専任の職員を置いてですね、ガイド従事に、要する経費等をですね、こう盛り込んでいきたいと、こちら3月の当初予算に盛り込んでいきたいと現在のところでは考えております。以上でございます。久慈君。はい、ありがとうございました。まあ、一応予算前なので皆さんのご意見という形でお伺いさせていただきたいと思っています。
では次の方に質問に行かせていただきます。指摘指定後におけるですね、まあ、進行を図るためのやつですね。2つ目連携というと韓国協会が真っ先に私は浮かんでくるんですけども、韓国協会とはどのような打ち合わせとかそういったことで今動いているものって何かあるんでしょうか。まちづくり推進課長。はい、韓国協会のことは、まあ、日頃から町の観光振興を図るために、まあ、事業の実施にあたりまして、事前の相談とか、まあ、アドバイスするなど、まあ、互いに、まあ、連携協議の方を行っております。春祭り期間中に史跡指定を記念したイベントということを先ほど、ご紹介しましたけれども、まあ、その実施につきましては、教育委員会と、まあ、町づくり推進課等でのまず検討の段階でありますが、まあ、その実施を考えておりまして、まあ、来年度の事業については、まあ、今後、まあ、予算査定を控えているということで、まあ、詳細に決まりましたらですね、観光協会の方にはお話をしていこうと考えてはおりますが、現段階ではまず行っておりません。今後行ってまいります。以上です。藤井君。共通の先ほどの答弁では、韓国協会から町道の駅かなだったり八戸だったりとかいうことを言ってました。この中でですね、20日の資料のあれでもあれなんだけど、他周辺市町村との公益観光の推進を進めることにしているようですけれども、これ八戸県域の中枢都市圏のビジョンにこれは盛り込まれる盛り込まれているものが何かあるのかなとちょっと質問させてもらいます。まちづくり推進課長。はい、連携中枢都市圏の、まあ連携事業の方に何か組み込まれているかということでございますが、第2期八戸地域連携中枢都市圏のビジョン案にございます、まあ、連携事業が78の事業のうち、今回の新規に追加されました4事業の中にですね、八戸県域文化財魅力発信事業というのがそれに当たります。また情報発信事業ということではございますが、まあ、県域の南部市につながる、観光ルートに発展するように、まあ、会議の場でも働きかけて、まあ、それ連携事業として今後取り組んでいければなというふうに考えてございます。以上です。久地君。はい、わかりました。ちょっとご意見を聞きたいんですけど、教育委員会結果ではあれなんですけど、マシカの方に聞きたいんですが、南部と都市の著者である木村先生が以前講義をいただきました。議会で聞かさせてもらったんですけど、私の中で印象に残った言葉があって、三戸城が、史跡指定されると興味のある観光客は必ず一度は訪れると、しかしまた来たいという思いをまた来たいという思いをまた来たいという思う、ね、仕組みを作らなければ二度目は来ないというふうに言われました。私も、ね、非常に同感だなと思いますけども、このような仕組み作りって何か考えていらっしゃいますでしょうか。まちづくり推進課長。まちづくり推進課の事業としてですね、今考えてございますのは、まあ、先ほど来春祭りの期間中に、まあ、史跡指定の記念イベントを、まあ、予定しているということでまずお話を申し上げておりましたが、まあまあ、記念事業としていらっしゃる方がいて、まあ、その後また城山公園、まあ、史跡の方の三戸城跡の方に、
足を運んでいただけるような取り組みといたしましては、その定石や歴史に興味がある方、またイベントを楽しみに来てくださる方に喜んでいただけるような、まあ、恒例事業というものを何かできないかと今考えているところでございます。またあのガイドの方につきましても、まあ、白青木のいろんなコースを体験していただきまして、新しい発見とかそういうものにつながるコース設定を考えているようでして、まあ、詳細につきましては今後詰めていくことになりますが、いらっしゃる方に、まあ、一度でなく、まあ、飽きさせずに毎年訪れたくなるような仕掛けというのを今後考えてまいりたいというふうに考えております。以上です。史跡対策室長。はい、ただいまのまちづくり推進課の施策に補足して、教育委員会の部分からもですね、史跡が指定になれば、まずはまずどのような史跡になったのかということで、観光客が来ることはまず見込まれます。で、木村先生が言ったように、1回は見るというのはこれは想定されます。じゃあ2回目ということで、2回目どういったものがあれば来るのかなと。これ他の史跡もそうなんですけども、なかなかリピーターが来ない。その施策としては、また新たな発掘調査を行うといって、また調査して復元するといったようなですね、まあ、これは何年間後の話になりますけれども、その復元工事等の過程を見せるとか、あるいは発掘調査があってまた眠られていた遺産が大発見されたとか、そういったものをですね、周知魅力ある発信していくと、こういったことでリピーターが得られるのではないかと、この史跡の部門からはこう考えております。以上でございます。久慈君。そして次、教育委員会に聞こうと思ってるんですけど、そうですね、新しいものっていうんですかね、あの2回目来るには必ず新しいものがなきゃできないと思います。なんであの、次のものって場合ですけど、今現在に、あるものだけではなくて、新しいものをやっぱり見つけていくっていうんですかね、あの魅力あるものを発掘していってもらえればなと、発掘っていうか、あのこの発掘ではなくて発見していっていただければなと思います。で、まちかの方からも話がありましたけど、のガイドさんですね、ガイドさんの方は、非常に個人のスキルがあってガイドされて、その個人のスキルによってやっぱりガイドの手法が違ったり聞く側も違うので、そういったものが統一できるようなものだったり、ガイドさんに新しいものを情報を提供してあげるような、そういった連携も取りながらやっていただければなと思います。次にですね、3つ目の質問に移りたいと思います。ちょっと質問もしたんですけど、まあ、観光に向けてですね、あの4号線のバイパスとかにこう、報道局に垂れ幕だったりとか、もっとあの、一番車が多く通るようなところに、指摘してなったんですよだったりとか、その辺の魅力を発信できるような垂れ幕だったりとか、そういったものを作るご計画はありますでしょうか。まちづくり推進課長。はい、お答えいたします。国道から町中音手城山公園につながる分かりやすいルートということで、歩道橋を曲がって、城山公園に誘導する最も、まあ、有効なルートかなと考えてございます。歩道橋への垂れ幕とか、あと案内表示、が可能かどうかは、まあ、管理する青森河川国道事務所の方にまず確認相談が必要になりますので、なりますけども、まず初めていらした方にも分かりやすい案内というのができるように、まあ、取り組んでまいりたいと思います。以上です。久慈君。はい、分かりました。あの、極力あの初めての方でも分かるような形だったりとか、来たいなって思えるような形で作っていただきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。あとですね、城山公園の入り口のところについて質問させてもらいます。これ建設課になるんでしょうか。あそこはゴーサーローになるんですけど、あの出入りの際、非常に車のすれ違いだったりちょっと危ないなというふうに感じることもあるんですけど、この辺に関しての改善結果などはありますでしょうか。建設課長。はい、城山公園の入り口の部分の、改善ということでございますけれども、県道区市
引き上中井三戸線の整備の際には残さろの部分の高低差を、低くして改良を行っております。で、その際に公園の入り口ということも考慮した、工事ということをやっていただいていると思います。で、すれ違い等の危険があるということであれば、道路の拡幅とかというようなことが考えられると思いますが、入り口付近には民家があったりということもあってすぐにはちょっと対応ができないということを考えてございます。当面の対策といたしましては、すれ違いが危険であるということであればすれ違い注意といったような、注意喚起の看板を出すとか、あと停止線であったりとかといったものをもっとはっきり、今現在ちょっと消えているような状況もありますので、はっきりさせるというようなところ、あとそういったところの入り口の停止線とかの部分も三戸警察署の方で今どのようにするかというところもちょっとお考えになっているということでございましたので、いろんな関係機関と相談して今後対応してまいりたいと考えてございます。藤井君、初めて白山公園に来る人っていうのは看板を頼りに来ますよね。で、誤差路ってあんまりないんですよね。で、看板見ながらこうやって運転しているとやっぱり危ないのかなというふうに思いますし、白山から降り、あそこの道を降りてくるんであれば、細くだんだんこう細くなるような感覚になっているというところもあるので、あそこ止まれがあればいいなってちょっと思っているんですよね。そういった形で話し合いができだったりとか警察の方に相談が入っているのであれば構わないと思います。それはちょっと事故がある前の未然という形の対策としては必要な部分ではないかなと思いますので、検討していただきたいなと思います。次に道路の件なんですけど、道路の路面の評価で、MCI ってありますよね、維持管理指数ですね。これは建設課では平成26年に保証、状況の点検を行った結果がありますよね。その MCI によって優先順位を決めて修繕計画を行っていますよね。5.5 以上は望ましいですよと、4.1 から 4.9 は修繕が望ましいですよ、 3.1 から4は修繕が必要ですよ、3以下は早急に修繕が必要ですよと、このように区分されているかと思います。白山公園の入り口から本丸までの白山線は一級路線であり、 MCI は 2.6 の早急に修繕が必要な区分になってますよね。その他、路線の白山公園周遊線を MCI は 3.5、修繕が必要になっています。そして白山鶴亀池からキロである白山2号線は 4.8 であります。これは道路の修繕は必要ないんですけど、危険道路であるというふうに私は以前から話をさせてもらっています。今後白山公園の指摘指定を受けた際に車で来られる方も増加すると思いますし、その際現状ひび割れが非常にあるような道路などについて、非常に劣化が進んで修繕を必要ですよと、今三戸町は一番になってるじゃないですか、予想されると、これら の予防的対処を含め町ではちょっとどういうふうに考えているのかお聞きします。建設課長。はい、先ほど久慈議員からお話のありました MCI というものなんですけれども、国土交通省土木研究所が開発した道路管理者の立場から見た舗装の維持修繕の要否を判断する指標ということになってございます。で、平成26年に、調査したものの数値でございます。でもそれから何年かも経過をしているものではございますけれども、その経過の期間に、車両の通行の量であったりとか冬期間の抵抗によって冬期間 の低温などによって道路への影響があったりして、道路へのダメージがあったりして、その数値からは現状変わっている部分ももしかしたらあるということをちょっと考えてございます。で、白山公園内の町道に関しましては、これまでも観光客が訪れる春祭りの前に、痛みの激しい部分という部分を、道路の補修を行ったりして、対策を講じてございます。史跡指定を受けた後の道路の整備というようなものに関しましては、その計画の中でどのような位置づけになるのかといったところもちょっと相談しながら考えていきたいと考えてございます。以上です。藤井君。白山の、
なぜこんなにも点数が低いのかなって時に、やっぱり桜があるからなのかな、桜の木が近くにあるからなのかなというふうにはちょっと思うんですけど、今現在私が持っている資料では、まあ、赤字でこう赤ラインになっているじゃないですか、非常に赤ラインで非常に修正が必要ですよとになっています。なので、指摘指定になりました、例えば今年の12月になりました、でイベントを4月やります、5月やります、じゃあその時に直すんですかって思うんですよね。であればもっと早い段階にやらなければならないんじゃないだろうかと思うんです。まあ、観光の件では、まあ、先ほどから何回も話してますけど、私としては準備が遅いんじゃないのっていう話をしてさせてもらってます。ドローンに関してもそうです。非常にね、そういった意味で、全体的な観光について考えるんだったりとか、城山公園に来ていただくためのことを考えるのであれば、それの準備や事前対策というのはやっぱり必要なんではないかなと私は考えていますので、それは1年前から話しさせてもらっていますし、今も話しています。その間に他の議員も話しさせてもらっています。ちょっと考えていただきたいなというふうに思っています。それではですね、4番目の質問をさせてもらおうかなと思ったんですけど、まあ基本的にサンプラリーだったりとか、そういった商品価値という形でいろんなグッズを作るという形で考えているということでご理解しました。いろんな形で、今国会を超えたコロナの関係もあって非常に、苦しく金は多いと思います。その中で町として手を差し伸べてこういったイベントに乗っかって少しでも売り上げが上がっていただけるような配慮を考え、町家の方で配慮を考えていただきながら、町としても取り組んでいってもらいたいなというふうにもお願いします。ちょっとトータルでちょっと、質問させてもらいます。町長に質問いたします。町長が2期目の行政を担うことになった1年前ですね、私は先ほど来話してます、三戸復活に向けた重点項目の一つで史跡指定後の町の観光について質問しています。そしてその最後に、このように指摘指定に関しては、教育委員会観光に関しては町づくり推進課であり、今現在は川を越えて今後の三戸町の宝をどのように生かして人口減少、少子化、社会構造を作ることを考えていくべきであるというふうに私は話しています。確かにその担当課でこう話し合いが行われたということも聞いてますし、今回質問させてもらいましたけども、ただそれによって今ここに成果があるのかといったら、私が今質問した通りです。非常に遅いと私は思っています。準備ができてないというふうに感じています。長年にわたり着実に史跡に向けて活動を行動してきた教育委員会の成果と連携して三戸町の観光振興を進めるためには、町づくり推進課の連携だけでなくて、やっぱり町長や副町長の考えというのが非常に大きく作用されるんじゃないだろうかというふうに考えています。この、教育委員会では保存計画は2年間、町課では町づくり推進課では、平成4年度からの移行課の事業開始ということに、話が今出ているということだと今認識しているんですが、実はもうすでに具体的計画が進んでて、指定後すぐに動くために補正予算してくれよと言うんであれば、もう飛んでね駆けつけるんですけど、今現状はそうなっていないと。そして事前の準備だったり、まあ、行動がちょっと遅すぎるんじゃないかなと私は感じています。近郊の地域や各種団体との連携に関しても具体的なものが見えないような状態の中で、29日資料をもらいました。可能な中でやるべきことも書いてあります。でも先ほどちょっと連携に関しても話をさせてもらいましたけど、今のままで徐々に聞きたいのは、今のこの現状のままでですね、史跡指定を
地域活性化、そして観光振興につながるっていうふうに考えているかと思うんですけど、焦りっていうのはないですかね。町長。久慈議員からの、まあ、再三もっと早くやらなきゃないんじゃないかと、まあ、そういう久慈議員からのこの、まあ、焦りみたいなものは非常に感じるんですが、私どもとすると全く遅滞なく国に対しても仕事をし、そしてまた準備を進めているというふうに考えております。唯一できていないのは、まあ、コロナ禍が今年のコロナの状況がゴールデンウィーク、またお盆、また9月という時に、非常にコロナの感染が広がって、人材塾なりそのワークショップの回数も減らしながらやらざるを得なかったというところが非常に、まあ、残念に思っているところです。まあ、そこの中で町民の方々からいろいろ城山公園をどういうふうに、どういうものを望むかとか、どういった皆さん その観光に対してのこう関心があるのかとか、いろんなその声を聞いて、計画 の今後の観光振興を進めていく際の材料にしていきたい、またそれを導きにしていきたいというふうに、まあ、考えておりましたが、残念ながらその部分だけはできておりません。まあ、しかし、計画また、だからといって、全体のこの歩みを遅らせるわけにはまいりませんので、まちづくり推進課、そしてまた教育委員会ともどもですね、繰り返しになりますが遅滞なく進めておりますので、その後の国に席しての際にはさらに一歩進んでいく形は取っていこうと思います。焦ってはならないと私はむしろ思います。都内の南部町さんの、遺跡のところも旧南部町さんが国の指摘指定を取ってから調査を続けて続けて10年経って今の形にようやく入っていったんです。でその後また調査を続けて、いろんな遺構が発掘され、かなり東北の中でも大きな城塞都市だったというふうなのがもうなってきているわけなんですね。なので城山公園は町単独だけで調査をしていくと、それこそいつまでたってもなかなかその花開くことができない。だけども国主席指定になっていけばこそ、国からの補助であるとかそういったものを活用して調査を続けて、でそして東北の雄だった南部藩で、その出身である三戸南部の居城という位置をいろんな歴史の物語と絡めてやっていく地盤ができるんです。なので一切遅滞なく調査も研究も進めていきますし、それに合わせた観光振興というのもやっていけると、またやっていかなければならないと、そういうふうに思っております。以上です。藤井君。じゃあ問題ないってことですね、というふうに私は答弁を受け取りました。私は遅いと思います、遅いと思います。なぜかというと具体的な施策がなかなかできていないということを私は今でも何回も話させてもらってますけど、きついことを言わせてもらうと、きちんとした連携を取っているのであればもっと、観光について話し合うんだったらもっと早い段階でこういった資料というのができてくるんじゃないかなと私は思います。連携を取って、話をしているのであれば、教育委員会の考え方とまちづくり推進課の考え方も、主張は正しいことをやられていると思います。ただその中で町全体でどのような社会構造を作るかということに関してはやはりトップでないといけないんじゃないかなと先ほど来から話しています。だから町長に質問しています。で今の答弁では歴史的価値を作ったりとか
教育委員会が動いているものに関しては滞りなく何も問題なく進んでいる、国に対してのものはきちんとやってますと。分かりました。でも町の生き残りをかけてこのコロナ禍を過ぎてきた三戸町の観光をどのようにやっていくかというものに関しては遅いと私は思っていますので、そこはきちんと対策してもらう、もしくは早い段階で動いてもらいたいなと私は強く望みます。今まで私は何回も城山公園に関して質問しました。多くの議員が同じように取り上げています。非常に三戸町のこの城山公園は宝であると私は思っていますし、大事にしなければならないというふうに感じています。今回三戸町の宝が国の宝になるわけです。町全体で多くの事業を行って失われつつある町民の笑顔、それを取り戻すように町のトップとして考えていただきたいし、行動していただきたいというふうにお願いして、私の質問を終わります。